はい、今急いでね動画を回しているんですけれども、急遽ね回しているんですけども、いやー、まあもう見てわかりますよね、そこにシェフィーがいるんですけれども、いやシェフィーがですね大脱走しまして、でめちゃめちゃ探してたんですよね。したらですね、まさかのここにいました。いやー、今日ちょっとね会社の方にはねちょっとごめんなさい、嘘をついてしまったので、もうまさかね動物が逃げてるっていうことでね休むって言いにくくてですね、嘘をついてちょっと体調が悪いということで休ませていただいたんですけれども、いや、ただいまのお時間、7時です。7月1日の7時です。夜の朝から大捜索をしてですね、部屋が見るも無残なんで、こんな状態なんですね。で、床に置いてるものとかね隙間を見たいんで、もう全部こうやって出して、こうやってね、こうやってで、あの辺もねあんな感じでやったんですけれども、はい、いました。ここはもう見ないよ今ね。私がねこう気づいたので出ようとしてますけれども、あの奥の方でですね丸まって寝てたんですよ。で、この下にね見事にこの微妙な隙間があるんですね。そしてですね、ツイッターの方にもいろいろ書かせていただいて、で実際ちょっとフェイスブックの方に最初にね、フェイスブックの方はまあちょっと知り合いの方もたくさんいるんで、ちょっと書きにくいことというか、ちょっと本音的な部分もねそっちにちょっとよく書いてるんですけれども、皆さんがねこういうところにいないかな、こうはどうかな、ああかな、どうかなっていうのをこう教えていただいて、まあもう手当たり次第探したんですよ。本当に手当たり次第探したんです。手当たり次第探して、ベッドなんてこれね一回ね全部布団を犯して、一回バラして、で中に入ってるここにねこういう風に遊戯王カードがちょっと入ってるんですけれども、遊戯王カード入ってるところをバラして全部ひっぺがしても下の方まで全部確認したんですよね。それでもいなかったんですよ。で、冷蔵庫も一回避けて全部下の方確認して、で洗濯機も一回避けて洗濯機の下も探して、で寝室でこのパソコンの周りの下もね全部避けて、もうだからもうこの辺でぐっちゃぐちゃなの、本当にぐっちゃぐちゃなの。避けたからね、その上のもの下に置いてたものとか全部上に一回出して、もう全部見たんだけどいなくて、いやいねえのか、どうしたよって。でですね、あの窓の感じなんですよ、うちって。なんでシェフィーの大きさだとあそこから脱走できないんですよね。いや想定ですけど登れないとは思うんですけれども、壁をね、で壁を登ってるのは確認したことがないんで多分大丈夫だろうなとは思ったんです、外に逃げたとかは。で網戸もしてあるし、で網戸も穴開いてないんで、でこっちは窓閉まってるしっていう状態で、こっちなんてねコレクションがいっぱいある部屋ですよ。で隙間とかもね和室なんで、畳の下と、畳というか絨毯の下とかもねあるんであれなんですけれども、いやー全部もう手当たり次第探せるところはね探して、まあまだ探せてない部分も実際あったのかもしれないですけども、ちょっと諦めかけてたんですよ。で、こいつをね、こいつの下は見たんです、この下は。この下は見たんです、この下は。ガチャガチャの下いないなって。で、ガチャガチャの下いないから、でガチャガチャもここの中に入るなんて思わないから、ね。で、中なんて見てないですよ、それで。下ガチャガチャちょっとね、ここのガチャガチャガチャをするパーツがないんですけど、これをね、もらったやつなんで、なんですけど、見るわけないんですよ、この景品の中なんて。景品の中なんて見るわけないんですって。でね、ストーブとかも下に置いてたから、ストーブあそこにね今段になって、鏡のね横のところにストーブあれ3段あって、一番下が備え付けのストーブで、その上が石油のストーブ2個、寒い時用にね冬使ってるやつなんですけれども、あれもね中に入ってんじゃないかと思って、私解体したの。全面パネルを買い出したのぜ、一回。で、中の方のホコリもね、全部ダスターで出しながら、で、掃除機で吸って、で、ダスターの空気を当てれば出てくるだろうと。でね、掃除機もかけて全部やって、で、洗濯機の下も一回ダスターかけて、で、その上、
拭き掃除して、で壁とかにこうペタってくっついてないかなっていうのも確認して、でありえないと思うんだけど、洗濯機の下のところの層の部分ってね、ちょっと段差があるわけですよ。そこは登れるかもしれないと思って、そこもね、洗濯機を横に倒して一回ね、洗濯機横倒しして、でその洗濯機の中のね層を見てね、いねえなって、で冷蔵庫も一回全部中身出して、冷蔵庫も倒して、冷蔵庫の下の部分全部確認したの。マジね、冷蔵庫倒すのは辛かった。でもいないので、パソコンの中に入るわけねえよなと思ったんだけど、いやだって隙間がないからね、この隙間からは無理だと思ったんだけど、ありえなくもないかなと思って、パソコンも一回解体したの。でパソコンも解体して、パソコンの中身を開けたの。でもいないので、押し入れ今開いてるんだけど、押し入れもね、中身全部出して、で布団もね一枚一枚こうパタパタしてしてもいながら、でね、ここにゲーム機いっぱい置いてるんだけど、このゲーム機の隙間とかそこのコード類とかのところも入ってないかなと思って、全部一回出したので、全部一回出して今元に戻したのね。でベッドも解体したでしょ。で和室も動かせるカラーボックス一回全部動かして、あそこにちょっと人をダメにするクッションとかこたつとかあるんだけど、奥にねカラーボックスが3台並んでるんだけど、その3台も一回よかして裏見て、もうねそれでもいないのよ。でタンスの裏とかも探したの。いやいないいないってなって、でね、あまりにも疲れてしまって、私がまあ本当はダメなんだけど、そういう風に探してる時に一回ね寝たんですよ。4時ぐらいに寝て、で5時半ぐらいに目が覚めて、ね、しかも寝たのがねそこの床でね、疲れてぶっ倒れてたので寝た記憶がないんだよね。だからね完全に寝落ちなの寝た記憶がない。目が覚めたらね、そこの窓からですね、なんか風がビューッと吹いててですね、いやー疲れてたんだね。でたまったまよ、本当にたまったまなの。その後ちょっと今日全くご飯を食べてなかったから、コンビニでご飯をね買ってきて、でここで食べてたの。ここでそこの壁に背中をつけて、ここでご飯を食べてた。でご飯食べて、よしもう一回探すかって思ってしたらね、ご飯食べてる時に、ご飯食べ終わってからかな、ガサガサって聞こえたの急に。えって思って、って思ってよ。でここにいて左側から聞こえるの。私そこに座ってて、左側とこっちねから聞こえるの。え左側はってなったの。でまた一回この下を見たの。いねえなって思って、いやいやいや、まっさかガチャガチャのそこにいるわけって思って見たら、いたのいたからいいけどさ、あんた景品だよそれ本当にあんた景品よあーいたからいいけど、めっちゃ焦った。はい、一回出すよ。あ、分かった分かった、ほらおいで。ただね、多分今ね結構ね怒ってると思う。おいで。あ、怒ってる。めっちゃ怒ってる。ごめん。めっちゃ怒ってるし、脱皮してる。ごめん。めっちゃ怒ってる。でね、脱走経路なんだけど、私が思うに、このコードをね、登ったんじゃないかなって感じです。あっと、ごめん。なんかいるとこあんた。いやー、ちょっとね、この網、コードをね、おそらく登ったんだと思うんでね、ほら、こうやって登ろうともするからさ。ね、もうほら、この時点で登ろうとしてるから。で、これもね、置いてたの。この辺に。で、バスキングのライトがここにあって、バスキングのライトが当たる面にあるから、ここも登ろうと思ったら、こいつ登れるっていうことを知った。で、めっちゃ荒れてる今日。ごめん。めっちゃ怒ってるじゃん、あんた。めっちゃおこじゃん。まあ手で掴むと割とおとなしいんだけどさ、
ほー、まさかねこれ登れるとは思わなかったね。今もここ登ろうとしてたしね、ここまで来てたしね、今ね。それでって考えると、いや私が悪かった本当に。上にね網を乗せてなかったんですよ。もうちょっと大きくなってきてからここのケージちゃんと改造して、まあ近いうちに網でもつけてあげようぐらいに思ってたんで、最近もまあ網つけないとなーって思ってたんですよね。でもちょっと後回しに私がしてしまってました、本当に。それが良くないね。あのロストしてしまってからじゃね、本当にあの世話ないんでね。シェフィーそこにいなさい、うん、ロストしてしまってからじゃちょっと取り返しがつかなくなるんで、ちゃんと網をつけます。で網はあのもう買ってきました。あのこれはね、探してる最中に網つけないとなって思って、で多分塗装経路これだしって思って、ちょっとね後日その辺はね確認しながらですけど、この網だったらね、この網をねシェフィーがね、あーシェフィーごめんね、はいはいはい、シェフィーが抜けることはないです。なんでシェフィーが抜けることはないんで、あーおしっこされたまあいいか元気なら。あのちょっと網をつけて改造します。一旦お前はそこには置いとかないよ、本当に。もう本当にもう、あれカゴどこ行った、本当にもう、あんたは一回そこには置いとかないよ。ちょっと一回このカゴの中にいなさい。でカゴの中に行って、あーもう今日荒れてるね、本当怖かったんでしょう、ごめんね、本当怖い思いさせてごめんなさい。あの今日はひとまずこの中に入れてケージの改造をこの後します。いやちょっとね、会社の方には本当に嘘ついて休んじゃったんで、なんか申し訳ないんだけど、体調不良っていう嘘をついてね、ただでさえ体調不良ってね、あんまりあの嘘じゃない状態でも休んでるんで、ちょっと頭痛持ちでね、なんであんまりそういうような嘘つきたくないんだけど、そのまさかね脱走するとは思わないしね、あ本当に焦りました。見つかってよかったということで、シェフィーの動画でした。でシェフィー1日ぐらいどっかに行ってたから、うんこプリッてしてお腹ちょっとすっきりした感じがするね、うん、お前どこでうんこしたマジで、ちょっとそれ掃除するのめんどくさいんだけど、まあ見つけたら掃除します。はい、ということで、挨拶なんもしないね、リンリンハローパラレールはい、リニーパラレルのリントでした。ということでね、はい、こちらの動画は多分昨日上がると思います。7月1日のリント日記ということで、あのもう焦りましたという話でございます。ということで以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。